元 TBS の女子アナウンサーの田中みな実そんな彼女には恋人のオリエンタルラジオの藤森の浮気により激痩せしてしまった過去がある今回はこの件について見ていきたいと思います中絶騒動のおかげで激痩せとうとう 30kg 台まで体重が落ち元気がなくげっそりしていると TBS 社内で話題になっている 視聴者の間でも、少しふっくらしていた方のあたりから、肉が落ちて、輪郭もややほっそりしてきたのがわかると言われている。田中アナのあまりの憔悴ぶりに、二人の交際に半信半疑だった社員らの間でも真剣交際なので、鳩噂が広まっている。一連のスキャンダルに、曲の上層部は激怒し、藤の森を使うな。と大号令をかけ、藤森は、 TBSO で金状態になっているとの噂。田中アナのレギュラー番組「サンデージャポン」でも中絶騒動に触れられることはなく、共演者からのツッコミもなかった。藤森とは、現在も、週に数回は会っていて、周囲は、早く別れた方がいいとアドバイスしている。それでも破局は否定。田中アナは、バカだけど、 自分が好きになった男だから簡単には見捨てられないと藤森をがばっているという藤森に対しこのスキャンダルをバネにしてより一層お仕事頑張ってねと励ましの言葉までかけたと言われている二人は以前からすでに互いの親に紹介済みで結婚間近と言われてきていたほどの仲の良さ中絶騒動前には オリラジ中田の結婚会見にも出席し、藤森さんはいつ結婚するんでしょうかと中田に質問して会場を沸かせていた。藤森もかなり真剣。中絶スキャンダルが出る前に、藤森は田中アナに、ごめん、週刊誌に出ると、3日3晩、頭をこすりつけて土下座して謝った。交際発覚の際は、報道が続くストレスから、 体重が3、4キロ落ちたことを告白したが、その後、多忙の中でも、メールや電話でやり取りしている。吉本も、二人は、破局はしていませんと明かし、藤森自身も、交際は順調ですかと問われた際に、苦笑いでうなずいていた。田中アナとの交際が本気だからこそ、票に出したくないという一心ですぐに、 女性に慰謝料を支払ってしまったとの見方もある。